いつもご視聴ありがとうございます。クイックアートの東京ショールームの富山恭平です。ウェアプリントに役立つ情報を発信しますので、チャンネル登録お待ちしております。今日はショールームについてお話ししたいと思います。まあ、こういったプリント機器のですね、購入するにあたってメーカーと販売店のショールームについて購入者目線での考え方を話していきたいと思います。まあ、まず先日2023年の9月13日と14日セルカムさんが主催している展示会に出展しました。主に弊社のようなプリントメーカープリンターメーカーの出展でした。そしてメーカー出展で関心のある来場者ですね、このセルカムさんの展示会の場合ですね、販売代理店のセルカムさんが後から営業するという、まあ、流れの展示会でありました。まあクイックアートのメーカーでなくてですね、まあ、しかしですね、ここで注目すべきなものはですね、メーカーがあって販売店が営業する、まあ、こういった仕組みっていうのはですね、こういったプリント業界の勝利のところであります。そしてこういった仕組みがですね、購入者がどういった点をですね、注意ですねすべきか、確認すべきかっていうのをですね、改めてご説明したいと思います。はい、次の2023年の9月の末ですね、 OGBS がありますが、展示会ですね、これまあ出展者はメーカーと販売店、これはですね2つございます。まあ、改めて言うと、メーカーは名の通りハードやソフトを作っているところです。そして販売店はそのメーカーのものを仕入れて売るが販売店です。そしてプリント業界においてはですね、主に販売店であるもオリジナルブランドを開発していて、メーカーと販売店、この2つの特徴を持っている会社さんも多くあります。当社はオリジナル開発商品がほとんどで、まあ、メーカーの位置づけなんですが、まあ、こういったメーカー兼販売店、はい、まあ、メーカーが販売店に卸すということをほとんど、まあ、割合少なくメーカー販売店という業者もですね多くございます。はい、そしてプリント機器の購入者として考えたいのは、プリント機器を買う際にその会社さんですね、どのような位置づけの会社で購入した機器がどのような対応してくれるかになります。例を挙げますと、まあ、DTF プリンターにします。これで A 社のもの、B 社のものがあります。まあ、2つの機種があります。そして販売店の C 社があります。で、まあ、私は購入者としますと、C 社からですね、A 社と B 社、それぞれの、まあ、DTF プリンターを買うという例で説明します。はい、それで私が A 社の DTF でトラブルがあった場合ですね、それが C 社、まあ、販売店も対応してくれますし、メーカーの A 社も対応してくれる、そういう対応のプリンターでした。そして B 社の DTF のプリンターでトラブルがあった場合、メーカーの B 社は対応せず、そして販売店の C 社だけが対応する、そういったケースがありました。で、ここでですね、大事なことはですね、まあ、この C 社だけが対応するという場合ですね、はい、まあ、当然初めの A 社の場合はですね、販売店の C 社の対応というのは重要なんですが、特に一つの方向しか対応してくれないという時にですね、 C 社ですね、その時にこの販売店がですね、ちゃんとそのプリンタートラブルというのをできていないとですね、なかなかこの導入した人というのは大変な、もう最悪なケースになってしまいます。なのでこういったプリンターを買う時ですね、プリント業界のこのプリンターを買って、その窓口はどこなのか、どれだけあるのか、販売店、買う販売店もしてくれて、メーカーもしてくれるのか、あとはメーカーはせず、その販売店だけなのか、もしですね、そのメーカーはせず、販売店だけがするという場合はですね、この販売店が非常に大事です。プリント機器を取り扱っているけど、プリント業界のこと全然分かっていないようなところから買うと大変になってしまいます。これは私の個人的な感想になるんですが、基本的な一般論としてそうなります。ちゃんと分かっているところ、実績があるところは買うのが筋になります。なのでこういった八方塞がりにならないためにですね、これからプリント機器を買うときにはですね、まあ、その機器を買って何かあったときの対応というのはですね、非常に大事なところですので、ぜひチェックしてください。いかがでしたでしょうか。今回は省流のお話をしました。購入者としてはできる限りですね、対応がいい感じるところから購入するということが大事です。そして購入した後の窓口を確認することはマストになります。まあ、各ですね、プリンターメーカー、まあ、プリント業界のメーカーというのは、そういった対応をどのようにするかというのは違いがあり、それに対してもう良し悪しということは特にないのですが、購入者としてはそういったものがあるということを知って、それに対してどのように動くかということが非常に重要になります。
当社に関しては基本的にプリント機器卸売りもしていますが、まあメーカー兼販売店、この2つですね、まあ作ったもの自分で作ったものを自分たちが売っているというところで、お客様の対応も、まあ、メーカー対応としてしております。まあこういったですね、買うところがどういった、はい、対応してくれるのか、どういった位置づけなのかというのをパッと分かっていきますと、まあ、プリント業界も OGBS もですね、毎年出ているところそんなに変わらないので、それを覚えておくとですね、非常に今後の長いですね、付き合いのところでは皆さんはですね、導入者の方はいいと、購入者の方はいいと思いますので、ぜひご参考にしてください。まあ、今後ですね、こういったプリントに関する動画を上げていきますので、チャンネル登録お待ちしております。今日もどうもご視聴ありがとうございました。